どうも三島と申します。よろしくお願いいたします。やっぱさ、おしゃれに気ぃ使わなあかんなって思うわけよ。まあまあ大切っすね。やろ、はい、で俺ちょっと香水なんかつけてみようかなと思って。え、でも塚さん香水使ってません？嘘やん、なんか匂いとかする？天一の嘘ラーメンの匂いする？まあ、ほんのりね。嘘でしょ、あんな濃厚な鶏ガラスープの香りが。あの、今日はあれっすね。何？マルゲンっすね。嘘、俺いろいろ醤油ベース。明日は何味っすかね。味とかじゃないやんか。いやでもね、塚さん絶対ラーメン似合うと思うんすよ。いやお前よう考えて、嫌やろ隣おるやつからラーメンの匂いしたら。いやまあシャネルとかの方が嫌ですけどね。絶対そっちの方がええやん。いやあの塚さんに限ってはね。お前俺のこと何やと思ってんねん。歩く食欲。おいそんな言葉ないやろ。じゃあもうあれにしましょう。何？野菜増し、ニンニク増し増し、油増し。二郎系やん。いやでもね、脂っこい豚骨がね、塚さんから匂ってきたら、これ絶対みんな塚さんのこと好きになりますって。あれ、豚骨の匂いするデブは人類の敵やからな。いやでも塚さんってめっちゃ優しいですやん。優しいってたまに言われます、はい、でこれラーメンって人気ですよ。ラーメン美味しいな。これ優しさと人気の組み合わせ最強ですやん。豆乳ラーメンみたいな話か。はいはいはい、あれあんま需要ないから供給されてへんやん。じゃあどうしたらええんすか。普通にシャネルの香水とかでええやん。でもだからシャネルとかだけはなしですやん。なんでなん。じゃあもうあれにしましょう。何？マクドにしましょう。なんでそんなデブから香った赤匂いばっかすんねんこれ。お前フィレオフィッシュの香りにしましょう。おいよりによってそんなサブみたいなやつはやめてくれよ。じゃあエビフィレオで。おいもっとサブやんけお前。バーガーキング派ですか。おい存在自体がサブみたいなもん持ってくんだってお前。じゃあもうビッグマック決定で。そういう問題ちゃうやんか。もうええわ、どうもありがとうございました。